こんにちは、ビデオオークション切り抜きチャンネル V オクトスピードです。今回はニスモ R34GTR Z チューンを紹介します。まず先にノーマルの R34GTR について触れておきます。この車は1999年に登場、第2世代最後にしてスカイライン GTR 名義としては最終のモデルとなります。販売期間はわずかに3年、排ガス規制の強化に対応できず2002年に生産を終了しています。生産終了直前には最後の記念モデルとして V スペック2ニュルと M スペックニュルが合計1000台販売され、即日完売しました。これをもって第2世代スカイライン GTR の歴史に幕を下ろしたと思われましたが、その後予期せぬ形で復活。それが今回紹介するニスモ R34GTR Z チューンです。この車は R34 型スカイライン GTR V スペックをベースとした市販コンクリートカーです。ニスモ創立20周年を記念したアニバーサリーモデルとなります。コンセプトは世界最強のロードゴーイングカー、そしてトップオブザ GTR、 GTR で様々なレースに挑み続けてきたニスモがその集大成として送り出したのが Z チューンです。2005年に市販化し限定20台で発売され、実際には19台が生産販売されました。そのうち2台はニスモ保有となっているので、市場に出回ったのは17台です。ニスモが厳選した程度の良い中古車を使用し、車両は改造部位を一度分解した後、ボディ補強等の作業を行い、塗装を再度組み上げられます。エンジンの製作から車両の組み立てに至る全ての作業は、熟練のメカニックがレース車両同様のハンドメイドで行うというスペシャルモデルです。搭載されるエンジンは RB26DETT-Kai Z2 エンジン。このエンジンはノーマルの RB26 のボアを 1mm、ストロークを 4mm アップさせた 2.8L 仕様となっています。最高出力500馬力以上、最大トルク55キロ以上を発生。これは最低でもこの数値は出るということです。また、ロードゴーイングカーとして必要な高い耐久性を実現するため、組み込まれるエンジンパーツにも、レース用エンジンのノウハウが直接活用されています。ターボはニルブルクリンク24時間耐久レースなどでも実績のある IHI 製の大容量タービンで、カム、ヘッドから腰下までニスモの専用部品が惜しげもなく投入されています。マフラーは、ベルディナ NE1 チタンモデルというチタン製マフラー。冷却系は Z チューン専用品となる空冷式ツインオイルクーラーに、冷却性能向上品であるアルミ製大型ラジエーター、大型インタークーラーを装着。サーキット走行でも音を上げないようにレーシングカー並みの余裕を持たせてあります。なお、デフオイルクーラー装着のため、リアアンダーディフューザーは装着されていません。燃料系は交流量インジェクターに交流用ヒューレルポンプを装着。次にシャシーですが、軽量、光合成なボディを実現するためにドア開口部へのスポット溶接の追加に加え、溶接熱によるボディの変形が発生しやすい部分はドライカーボン製接着張り込みにより補強。またドライカーボン製のフロントバンパー、フロントブリスターフェンダー、アウトレット付きボンネット等のエアロダイナミクスパーツを装着することで軽量、光合成化が図られています。足回りにはザックス製の専用車庫帳を装着。マネレートは前後とも14キロ、ジオメトリーやブッシュ類も専用チューン。ブレーキは前後ブレンボ製の専用強化品を採用。フロントがモノブロック6ポットキャリパー、リアが4ポットキャリパー。ホイールはレイズ社と共同開発した軽量単造アルミホイール LMGT4GT500 モデルのブラック。サイズは18インチの 9.5J。 タイヤとホイールのズレを防止するローレット加工が施されています。タイヤはブリヂストン製ポテンザ RE01R の265/35/18インチを装着。駆動系はクラッチが新開発のスーパーカッパーミックスツインというツインプレートクラッチ。レフはフロントが機械式 LSD、 リアがアクティブ LSD。 プロペラシャフトはなんとカーボン製。ノーマルが 12.52kg なのに対し 7.26kg まで軽量化しています。インテリアではシートが高級なタンニンレザーとアルカンターラの組み合わせ。また320kg フルスケールホワイトメーターやデータロガー&ラックタイム計測機能付きマルチファンクションディスプレイ、 SRS エアバッグ付き3本スポークステアリングを採用しています。防火装備と冷却装置でかさむ重量増はカーボンパーツで相殺されており、車重はノーマルと同じ 1600kg。 ボディカラーは専用の Z チューンシルバー。当時の販売価格は1774万5000円。まさに最強の 34GTR にふさわしいスペックと価格を有するこの車、果たして実際の走りはどのようなものなのか、ラーマン山田さんの試乗インプレッションを見ていただきましょう。どうぞ。パワー感がすごくいい感じだね。このクイックなハンドリング、何このサスペンション、え、これ 34?34 ってこんな感じだったっけ。路面にこう張り付く、遊びが全然ない感じで、アクセルに対する反応で、ステアリングに対する反応、ブレーキに対する反応、それがものすごく気持ちよくリニアに反応してくれて、思うようにこう車がどこにでも行ってくれるって感じ。見た目はおとなしいんだけど、この中身の完成度具合っていうのがものすごいよね。これこう吹かしてみて、
もうエンジンの負荷自体もね全然違うし、で実際この加速下見て3500からアクセル踏んだ瞬間にもう加速してくれるし、ダに対しても本当にこの気持ちの良さ、レスポンスの良さと、そのダに対する追従性だからといってガチガチじゃない、そんなめちゃくちゃ硬い感じがなくって、8000ぐらいまで回ってくれる。いやもうすごいねこの車。ここまで完成されてるともう何も言えないよね。だから見た目はもう普通の34なんだけど、まあ、実際ねやっぱりこう走らせると明らかに違うね。楽しいねこれ。すんごい完成されてるね。加速する、曲がる、止まる、もう全てがすごい気持ちいいね。気持ちよさを絵に描いたような感じ。もう全てにおいてね素晴らしい。お前ら知ってるか、もうこの Z チューン、もう今世の中には本当にないんだよ。もう希少価値バリバリの車だよ。本当いろんな意味で 34Z チューンはスーパーカーになっちゃったんだ。すごいんだよこの。もう幻のスーパーカーとも言える存在の Z チューン、あまりに台数が少なすぎて取引実績がわからないので中古価格がいくらぐらいなのかも不明です。ただ過去には海外で6800万円で出品されたことがあるようです。本当伝説となる至高の1台ですね。 Z チューンに限らず32、33、34の第2世代 GTR はどれも名車ばかりです。年式的にはもう古い車なのは間違いありませんが、車好きの憧れの車であることは今も変わらないし、この先も変わらないでしょうね。いかがでしたか。今回はニスモ R34GTR-Z チューンを紹介しました。ビデオオプション切り抜きチャンネル V オプトスピードはビデオオプションの動画から迫力ある走行シーンを切り抜いてお届けするチャンネルです。そこにマシンの補足説明や車の豆知識などをプラスしてより楽しめる動画作りを目指しています。今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回に。